冒頭部分の主旋律の楽譜。4音による上昇が3回繰り返された後、3音の上昇、2音の上昇が聞かれる。素敵な気持ちは、1957年のミュージカル、ウエストサイド物語の楽曲の一つ。ニューヨークタイムズが見によると、ソンドハイム氏は、ウエストサイド物語のために書いた歌詞を特に気に入ったことはないと述べており、とりわけ、 素敵な気持ちについては、この歌のアイデアは、単純に過ぎると語ったという。オリジナルの舞台版のミュージカルにおける歌詞の一部は、映画版の、ウエストサイド物語では、場面設定の都合から変更が施された。オリジナルの、I Feel Pretty and Witty and Bright and IPT Any Girl Who Isn't Me Tonight が、I Feel Pretty and Witty and Gay and IPT エニーガールフーイスンティーミートデイに変更されている。本来は夜という設定だった。この曲が歌われる場面は映画では昼に変更されたため、ブライトとトゥナイトデイでを踏んでいた箇所をゲートトとデイに変更したのである。2019年のブロードウェイリバイバル上演版では、筋書きを単純化し、休憩が入らない90分のショーにまとめるために、この曲は省かれた。 ミュージカル版では、この歌の場面の時点でマリアは、彼女の恋人であるトニーが、兄ベルナルドを殺したばかりであることを知らずにいるが、映画版では、ベルナルドの死の場面より前に、この歌の場面が置かれている。マリアは、働いているブライダル店で、自分は幸せで、素敵な思いを感じている。なぜなら、とっても素晴らしい男の子に愛されているからといい。 同僚の女の子たちが彼女の馬鹿げた振る舞いをからかう。オールミュージックのロバート・カミングスは、この曲について、バーンステインの旋律の中でも記憶に残るものの一つが、盛り込まれ、冒頭の四つの音が、美味しそうにリズムに乗って上昇し、繰り返し、それが三つの音に減少し、さらに二つの音に減る。バーンステインの楽器法は音楽を彩り、ラテン的な特徴も盛り込み、 曲の半ばから入ってくる女の子たちのコーラスも花を添える。スティーブンソン・ドハイムによる歌詞はマリアの私服と新たに見つけた自信の感覚を巧みに捉えている。と述べている。バーミンガム・メール紙はこの歌を楽しいと述べたがザ・タブ・神は古典的と評した。アップローズ・メーターは甘美なほど魅力的としており、ベコン・スティージはオペラ的とした。この曲は 多数のアーティストたちによってカバーされており、アニーロスやジュリー・アンドリュースらもこの曲を取り上げている。リトル・リチャードは1996年の RCA ・ビクターのトリビュートアルバム、The Songs of West Side Story にこの曲を収録した。ありがとうございます。